どうもこんにちは。最近ですね、夏になったからなのか、以前紹介したですねアクションカメラに結構コメントをいただいたりします。アクションカメラは何個か持ってるんですけども、これからアクションカメラを購入しようかなと思ってる方、そういう方に向けてですね、少し参考になればいいなと思いまして、アカソの V50 Pro、それとエイプマンの A80、それをですね、比べる動画をちょっと撮ってみようかなと思います。今撮ってるのがアカソの V50 Pro ですが、どうでしょうか。道がね、結構ガタガタしてますけども、手ブレ補正は効いてますかね。やっぱりですね、こういったアクションカメラを買いたいという方は、GoPro で一番買いたいと思われると思うんですけども、まあ僕もそうなんですけどね、GoPro が一番欲しいんですけども、いかんせん高いですからね、高くて、なおかつオプションとかもつけていくと、結構な金額になってしまうみたいです。なので、なるべく格安のアクションカメラで、できるだけいい映像、いい音を撮りたいと思ってらっしゃる方が多いんじゃないかなと思うんですけども、このね、アカソの V50 Pro であれば、ある程度の欲求は満たしてくれるんじゃないでしょうか。ちなみにですね、音声はその付けマイクを使って撮ってます。結構ね、こういう自然のある緑、この辺も綺麗に撮ってくれるんじゃないかなと思いますね。で、まあね、あとアクションカメラなので、夜の撮影はね、すごく弱いです。弱いけど、まあこの辺は GoPro も同じみたいなので、まあしょうがないのかなという感じがしますね。エイプマンは車に直置きで、アカソの V50 Pro は、スタンドにつけてますけれども、どうでしょうね、両方同じように揺れるはずなんですが、両方手ブレ補正がついてますけれども、どうでしょうか、映像はどんな感じになってるでしょうか。まあ、動画編集ソフトがあればですね、ある程度の色味というか明るさ、この辺は調整できるんですけども、このままの動画を使う場合は、元の動画の明るさとかが全てなので、まあ、ちょっとでも参考になればいいなと思うんですけどね。ちなみにホワイトバランスとかは両方ともオートにしてます。で、画角は170度で両方とも同じです。今度はですね、歩いてみましょう。赤瀬の方はマイクで撮ってます。歩いた感じどうですかね。なるべく手ぶれしないような持ち方はしてるつもりですが、結構ぶれるかな、やっぱり。
今度はですね、歩いてみましょう。赤瀬の方はマイクで撮ってます。歩いた感じどうですかね。なるべく手ぶれしないような持ち方はしてるつもりですが、結構ぶれるかな、やっぱり。はい、今度はですね、歩いてみましょう。赤瀬の方はマイクで撮ってます。歩いた感じどうですかね。なるべく手ぶれしないような持ち方はしてるつもりですが、結構ぶれるかな、やっぱり。はい、そんな感じでですね、歩いた動画も撮ってみましたが、どうでしたでしょうか。どっちかっていうとね、やっぱり僕は赤瀬の V50 Pro の方が優れてるんじゃないかなという感じがしてます。まだ動画は見てないんですけどね、今まで撮った感じだとおそらくそうだろうなと思います。あのアクションカメラってですね、画角が広いので、こんな感じで車載動画を撮りたいっていう人も結構いると思います。車載動画だけじゃなくて、バイク動画だったりとか、あと自転車動画とかですね、その辺を撮りたい方結構いらっしゃると思うんですけども、もうね、普通のカメラと比べてもらうと、もう一目瞭然なぐらい画角が違いますので、そうですね、1万円弱出せるようであれば、こういうね、アクションカメラもいいんじゃないかなと思います。